地方特色菜，就是利用日本各地具有特色的当地食材，以适合当地气候、风土人情的烹饪方法烹制的日本传统菜肴。こんにちは、金沙流の柳原直之です。金沙流はですね、江戸時代から代々引き継がれてきた日本料理の伝統技術を伝えている流派です。今回は数あるこの日本の伝統的料理の中から地域に根ざした郷土料理を紹介します。そして今回紹介するのは宮崎県の郷土料理納豆腐を紹介します。位于日本南部九州地区的宫崎县追叶村，在这里传承着从全日本来看都非常罕见的地方特色菜，这就是菜豆腐。就是日本的常见食材，豆腐中加入蔬菜做成的，其起源据说是在大豆还比较稀罕的年代，为了节约使用大豆，在豆腐中加入当地的青菜压制而成。食材的添加随机应变，根据不同季节选取时令食材，这样味道更好，营养也更高，且更美观，终于成为一道五彩斑斓的地方特色菜。それでは早速納豆腐を作っていきましょう。材料はこちらです。まず豆腐の中に入る具材を作ります。人参はまあ4センチぐらいですかね、ぐらいの長さに切ります。切った人参は柔らかくなるまで茹でてください。はい、じゃあそろそろだと思います。柔らかくなりました。そしたらこうザルに開けて水気を切っておきましょう。もうみんな大好き枝豆ですね。もうポロンポロンと豆だけにしていきましょう。はい、これで中に入る具の準備はできました。それでは納豆腐自体をこう仕上げていきましょう。こう鍋にもう豆乳が入っています。そして、弱火でね、どん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 温度を上げてるんですけども、ここで目標は75度、75度というのがポイントになります。外側に少しこう泡が、小さい泡がふわふわふわって出てきますから、そしたらそこに水気を切った野菜を入れます。あー、みつばのいい香り。はい、温度がちょうどよくなったらここでにがりを入れます。こう全体的にね、軽く混ぜてください。混ぜたらこれであとは蓋をして、そしてこのまま10分から15分静かに置いておきます。でもしね、10分15分しても固まらない場合には、ちょっとにがりが少ない場合があるので、にがりをもう少し足してもう一度軽く温めてから蓋をしておくとちょうどいいと思います。はい、時間がなってどうでしょう。固まってきたかな。お、ほら見て、わかる？ちょっと全体的にこう固まってるのがわかるでしょうか。そしたらちょっと薄めの布巾を用意してください。でボウルとザル入れて、布巾をこうして水気を絞れるようにします。キャンディー状にして軽く、ここでは静かに静かに水気を切っていってください。そしたらこういった型ですね、こういったものを用意してください。そしたらこのある程度水気を絞ったものを中に入れて成形していきます。はい、このままですね、ちょっと冷やして冷蔵庫で入れても大丈夫です。15分ほどしっかりと固めてください。柚子ですね、柚子はこう下から皮だけをこう取っていきます。あ、いい香りだねこれね。まず
味噌です。これは普通のお味噌を使ってください。艶が出てきたら、じゃあここでもう仕上げていきますね。残りのお酒を入れる。そして柚子、この香りを入れた味噌っていうのは最高にこの納豆腐と相性がいいですからね。冷蔵庫でこうしっかりと固めた納豆腐がもうできています。そしたらこれをよし取り出します。お、見てください、こんな感じでね、しっかりともできてますね。そしたらもうあとは、はい、この柚子味噌作りましたからね、柚子味噌をこれで納豆腐の完成です。それではいただきます。味噌つけていただきます。うん、普通豆腐っていうと真っ白い、ね、イメージがありますけど、その中に人参とかこういった葉っぱとか豆が入って色とりどりになってるんで、またちょっと違った風情の美味しさですよね。野菜のみのね、精進料理ですけども、これは古くから日本人が食べてきた料理なんですね。健康とあと伝統とこう両方合わせ持ったね料理というのはたくさんありますからね、作ってみてください。